社長の皆さん、ドイツ戦車でダメージを競うイベントが開催されています。ティア5、ティア10それぞれのティアで通常ダメージアシストダメージで競うようですよ。期間は、12月22日20時から1月4日18時59分まで。各ティアのトップ3には、最高機密キーカード、タンクマスのキーカード、2倍シルバーブーストがもらえますぞ。参加登録が必須ですのでご注意ください。概要欄にリンクがあるよ。ドイツの技術は世界一いい。グーテンターク皆さん、VK30.02D です。ドイツティア7中戦車で、パンターの設計案の一つです。ダイムラーベンツの設計案のため、名前に D がついております。まあまあの巨体ですが、最高速60キロを誇ります。しかも、ヘルスが1250とティア7中戦車としては多め。最強なのでは？でも貫通力はひどく、ティア7なのに150ミリを超えません。プレミアム弾を多めにも投ね。プロホロッカですね。最近お気に入りのエクノ5、6あたりで初動を確認してみましょう。チャーチル7が正面にいますね。ダメージは入らなかったかな。東側にも1台。フライパンですね。撃てるかな。じゃあ、突っ込んできた。フライパンが焼かれてしまうとは、滑稽だぜ。じゃあ、空から降ってきた。味方が多い東側に寄ろうかな。ポルシェトラさんも中央の窪地にいますね。不覚が。ちなみに私の不覚は8度です。当たったようですが、自体のみかな。外してしまった。KV2 が撃てそうですね。ここです。やったぜ。東の丘上の敵が撃てそうですね。よしよし。よしよし。外れたかな。見えなくなっちゃいましたね。今のが外れるんですか。痛い。死んでる。よしよし。あらまあ。命は大切にね。キューボラに当たるかな？西の方から弾が飛んできますね。恐ろしや。ずっと狙われているマークが消えない。怖い。ちょっと西寄りに転換してみましょう。やだ。
憎からずに撃ち放題。ここです。まだいる。いませんでした。西の味方がだいぶ詰めているので、もう少し前に出てしまおうかな。ここまで出ても見つからないとは。私は隠蔽が悪い戦車のはずなんですが。さすがに発砲したら見つかりましたね。やったぜ。見えなくなっちゃった。お、最後の抽選者もやられましたね。あとは自走砲と駆逐のみ。残党ガリジャー。西に自走砲がいた。あ、もう一両はきっと東に。あ、西でした。あらしょうがない、この駆逐戦車を美味しくいただいちゃいましょう。お、やんか。味方が後ろから撃ったようですね。畜生をナイスというわけで、勝ちました。あら、せっかくのドヤ顔なのに名前が出ない？ 1 位は、俺だ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 。だいぶアシストダメージを稼ぐことができましたね。軽戦車がいなかったし、やっぱりあの中央は気をつけると強いですね。お、Mバッジでした。やったぜ。40試合ほどで 70%、 なかなか良い進捗ですね。しかしこの車両はもう開発が終わった。三遊塔を狙うべきなのだろうか。アップデートが入っても、プレミアム弾多めで運用すればなかなかお強い戦車です。癖もお強いので気をつけて。ご視聴、ダンケシェーン。